オビット・ミューザンはベルギーのバイオリニスト、作曲家。19世紀から20世紀初頭にかけてのフランス・ベルギーバイオリン学派を代表する人物の一人。ミューザンはリエージュにほど近いナンドランに生まれた。6歳の時に父から子供用バイオリンを贈られた。彼は村のアマチュアコントラバス奏者から最初の演奏の手ほどきを受けた。これ以降、 彼は一度耳にした旋律は真似て演奏するようになる。3年後、ミューザンの才能を見抜いたリエージュのバイオリニストが彼の両親に対して本式の音楽教育を受けさせるべきだと助言する。そこで1863年10月、ミューザンは多くの著名なバイオリニストを世に送り出していたデジレ・ヘインベルグの下で学ぶべくリエージュ王立音楽院の入学試験を 受験することになった。彼は朝の音楽の講座を受講した後、一般教養のために普通の学校へも通っていた。ミューザンは1867年にウジェーヌイザイと同時に二等賞、1869年には一等賞、そして1870年には演奏の金メダルを獲得した。彼と旧友のイザイ、セザール・トムソン、マルタン・マルシックラは、 イザイの父親であるニコライザイが組織したパビオンでフローアでの合奏を通じてオーケストラ経験を積んでいった。1870年に不服戦争のために祖国に避難していたユベール・レオナールがリエージュ王立音楽院に上級者クラスを開校しミューザンはそこで学ぶことになった。彼は最終学年の年にオーステンデでジャンバティスト・サンジュレーが率いていた。 クワザール管弦楽団のコンサートマスターの職を得ることができ、毎週5つの大きな演奏会と複数の室内楽演奏会を受け持つことになった。彼はここでヘンリック・ビエニアフスキに出会っている。1872年、ミュザンはパリに戻ってきていたレオナールの下でさらに研鑽を積むことになった。当時のミュザンの収入源は ソロの演奏会と弦楽四重相談での活動によるものだけであった。見かねたレオナールに連れられてパリの上流階級のサロニへと赴いた彼は同郷のフランクをはじめサンサーンス、フォーレ、プーニョラと交流を持つ。また、作家のジュール・ベルヌ、エミール・ゾラ、ギッド、ドモーパッサンやその他の著名人らの面識も得た。こうした交際は、 彼が円弧を広げるにあたって大きな力となり、ミュザンは国際的なキャリアを形成できるようになった。サン・サーンスはしばしばバイオリン競争曲第4番となるはずだったとされる演奏海洋商品と超超オーパス62をミュザンに検定している。ミュザンは独創者としてのキャリアの中でヨーロッパ、南北アメリカ大陸、オーストラリア、 ニュージーランドのほとんどの重要なコンサートホールで演奏会を催したばかりでなく、中国や日本の主要都市にも足を運んだ。最初のアメリカツアーの間に、彼は将来妻となる最高裁判所判事の娘で、ソプラノのアンナルイーズ・タンナーと出会った。1891年10月7日に、ブルックリンで結婚した二人は、連れ立って多くの演奏旅行をこなしていった。 老いた母のために、リエージュに帰郷したミューザンは、ブリュッセル王立音楽院の教授となっていた、セザール・トムソンの講座を引き継ぐことになった。1909年に母がこの世を去ると、彼は前年に創設されていた、オビデイムシン、エスベルジャンスクール・オブ・バイオリンの指揮を取るべく、ニューヨークへと引き返した。ミューザンは、世界を股にかけた、演奏旅行、 その間の出来事や出会った人々の詳細を旅行記に書き留めており、これらは本にまとめられ、ウンビオロニストをアンティポディースと題されて出版された。また、彼は、自らの生涯と音楽遺産について4巻にわたる自伝書を執筆し、1920年に、My Memories, Half, Century of Adventures and Experiences and Globe Travel e by Himself として、 ニューヨークのミューザン出版社から刊行した。ミューザンはブルックリンに没した。去年75、出展。ありがとうございます。